ールヒーローズシリーズ9周年記念イベント9周年記念スペシャルステージ お待たせいたしました。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はドラゴンボールヒーローズシリーズ9周年記念イベントお越しいただきまして誠にありがとうございます。そして配信をご覧の皆様もこんにちは。ここからですね、配信もございますのでよろしくお願いいたします。司会を務めさせていただきます、私大沢彩乃と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にお客さん温かいですね。ありがとうございます。さあ、これより9周年記念スペシャルステージに移らせていただきたいと思います。ではご覧ください。このスペシャルステージ3つのコーナーに分けて9周年を記念して素敵なゲストをお呼びしてのトークショーやスーパードラゴンボールヒーローズの最新情報などお伝えしてまいります。ステージ終了後はボットチーム決定戦、そして日本一決定戦と2つの日本一が決まる決勝戦を行います。皆様どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速、スーパードラゴンボールヒーローズといえばこの方たちに登場していただきましょう。大きな拍手でお迎えください。かなた、すず、ドクターロック、ドクターアイ、キーボー、そして樋口プロデューサー、どうぞお越しください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。パワーアップしてます ねみんなのボルテージも上がってきた。嬉しいですね。嬉しい、嬉しい。さあ、それでは改めて自己紹介お願いいたします。 OK、 みんなこんにちは。俺はスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルナビゲーターのカナダだ。よろしく。カナダよろしく。同じくスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルプリンセスズです。よろしくお願いします。サドちゃん。そしてスーパードラゴンボールヒーローズ研究所のドクターロックです。よろしくお願いします。ロック、ロック。同じくスーパードラゴンボールヒーローズ研究所のドクターアイです。よろしくお願いします。アイちゃん。はい、宣伝担当のキーボーです。よろしくお願いします。キーボー、よろしくね。はい、スーパードラゴンボールヒーローズのプロデューサーの樋口です。今日はよろしくお願いします。樋口さん、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。さあ、先ほども言いましたけども、本日はゴッドチーム決定戦、そして日本一決定戦と2つの日本一が決定するバトルを行っておりまして、うん、この後いよいよ決勝戦ということなんですけども、その前に、今回はドラゴンボールヒーローズシリーズ9周年ということで、はい、スペシャルなステージご用意しました。いやー、そうなんですよ。そうですね、もう9周年長かったですよね。はい、はい、では9周年スペシャルステージ早速始めていきたいと思います。ちょっと待ったー。おおおお、ちょっと待ったー。ちょっとなんでいつも呼んでくれないのか。10分前から待ってましたよ、ちゃんと8時間通りに。はい、では改めて自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、Vジャンプでドラゴンボール担当しているビクトリーちゃんです。よろしくお願いします。いや、ひどいですよ。いや、僕もね、ヒーローズの仲間なの、はい、仲間なんですよね。はい、もちろん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 、ちょっと怪しいんですけど、はい、僕もね、9周年を祝おうと思って、はい、特別なものをご用意しました。何ですか。くす玉カモン。いや、見てください、あの輝き。いや、素晴らしいですね。これね、ちょっとしたドラゴンボールも光ってんじゃないかっていうか。ちょっとしたドラゴンボールが分かんない。レーダーにいるかもしれないですね。はい、すごい、すごい。なになに。昨日頑張って作りました。ありがとうございます。ビクトリー自ら手製なんです。ありがとう。手作りで、はい、なんでせっかくなんで、はい、こちらはカリスマのお二人に弾いて割っていただこうと思います。やったー。お願いします。じゃあ準備していただいて。どうしようか。これね、同時に弾かないとうまく割れないんで、ちょっとじゃあ俺たちのチームワークがね、試されるね。息をぴったし合わせよう。それではお二人お願いします。せーの。これめでたい。読めますこの文字。いやいや、ちょっとすごいこと書いてるんで。何ですか、何ですか。ドラゴンボールヒーローズシリーズ9億枚突破。おお、すごくないですか。9億枚、やばい。はい、実はですね、はい、
昨年の8周年のタイミング、7億枚突破を記念したんですけども、はい、なんと8億飛んで9億枚をこのタイミングで、すごい本当に皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。樋口さん、これいかがですか？いや、もう何でしょうね、これ本来だったらあの月何週とか言って多いと思うんですけど数が多すぎて計算してなくて、でもそうですね、ちょっと感無量ですね。あのここまでの、まあ、枚数を誇ってるわけでは全然ないんですけれども、この枚数重ねるってことは当然 それだけ多くのファンの方々に長い間遊んでいただけたということなので、あの本当にもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい数字ですよね、本当に、すごいですよね。これからもよろしくといったところでしょうかね。はい、それではここで、あ、内田さん、はい、津玉、ありがとうございました。いやいや、もうね、こんなことしかできないんですよこれも1枚に数えてますんで9億1枚目っていうさあ、そしてですね、本日は9周年をお祝いして、スペシャルな方たちからお祝いコメントも届いております。コメント、はい、せいつながら私が代読させていただきます。はい、まずはですね、最強ジャンプでスーパードラゴンボールヒーローズシリーズ連載中、永山義孝先生よりお祝いのメッセージをいただいております。ではご紹介いたします。スーパードラゴンボールヒーローズ9周年おめでとうございます。最強ジャンプで暗黒魔界ミッション、ユニバースミッション、ゴッドカリスマミッション、3つの物語を描かせていただいている中、漫画版スーパードラゴンボールヒーローズを読むことでゲームをより楽しくプレイすることができると、ファンの方からの言葉をいただいたこともあり、スーパードラゴンボールヒーローズファンの方々ともにコンテンツを盛り上げることができ、とても嬉しく思います。また新しい年を迎えたスーパードラゴンボールヒーローズがさらにさらに盛り上がっていけるよう、これからも楽しみにしております。9周年楽しむぞーと熱いメッセージを。いや、本当漫画3つ連載している中でちょっといただいたコメントなので、本当に長山先生ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてもう一方、続いてですね、 V ジャンプでドラゴンボールスーパーを連載中、豊太郎先生よりお祝いのメッセージいただいております。9周年おめでとうございます。ドラゴンボールの面白さを伝えてくれて、僕を漫画家としても育ててくれたドラゴンボールヒーローズには本当に感謝と尊敬しかありません。僕ももしまた何かの形で参加できたらとても嬉しいです。その際は全力で協力させてください。お力でお願いいたします。ちなみに本当に書かれている通り、豊太郎先生がデビューしたのがヒーローズのコミカライズだったんで、そうなんですね、豊先生としてもかなり本当感無量という形で、はい、すごい喜んでました。ありがとうございます。はい、というわけで先生たちからも温かいメッセージいただきました。最後に樋口さん、9周年を迎えた今の気持ち、はい、伺ってもよろしいでしょうか。はい、豊先生、永山先生、ありがとうございます。あのこの両先生もそうなんですけれども、あのこの会場にいる皆さんも、このネット越しの皆さんもそうですけれども、皆さんの応援の他にもですね、この両先生、それから多くの関係者の皆様に支えられて、この9周年を迎えられたと思っております。当然ですね、9周年を迎えたということは、次の10周年に向けてヒーローズチーム一同より一層頑張ってまいりますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではこの後はスペシャルゲストも登場して、スーパードラゴンボールヒーローズの最新情報やプロモーションアニメの放映も行いますので、皆さんそのままでお待ちください。9周年記念スペシャルステージ、まだまだ内容盛りだくさんとなっております。どうぞ最後までお楽しみください。楽しみってね。お願いします。この状況を覆せるかもしれない可能性があるわ。昔、天使様に聞いたことがあるの。あなたたちサイヤ人に伝わる伝説、
心の清い5人のサイヤ人の力を一人に注ぐことで神に等しい力を持つサイヤ人が誕生する。トランクス、あなたが神の力を手に入れるのよ。俺がですか？いけるわよね。はい。伝説ではあなたのことをこう呼ぶわ。スーパーサイヤ人ゴッド。まあまあな感じですね、はい、ここからは、9周年を記念しましてスペシャルゲストを招きましてスペシャルなトークショーを行っていこうと思います。司会進行は私ビクトリチャラです。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですがまずはいつもの方々にご登場いただきましょう。いつもの方々笑い声出ちゃったこんにちは。こんにちは。どうもじゃあ軽く自己紹介また改めて。オッケー。みんなこんにちは。カナダだ。よろしくね。はい、バトルプリンセス鈴です。よろしくお願いします。はい、そしてドクターロックです。よろしくお願いします。ドクターアイです。お願いいたします。はい、キーボーです。よろしくお願いします。どうも樋口です。よろしくお願いします。はい。ではこの後に本当に超スペシャルなゲストをお呼びしようと思います。緊張しております。はい、はい、声優の野沢雅子さん、そして草尾武史さんです。どうぞ。こんにちは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 。よろしくお願いします。オラゴくん。じゃあ草尾さんも一言お願いします。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。そういうことだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、はい、お二人ともありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴンヒーローズは9、今年で9年になりますが、野沢さん毎年このイベント出られましてどう思われますか？楽しいですよ。これ楽しいですありがとうございます。でもその格好もいいですもんね。あ、僕ですかありがとうございますそれでも楽しいです、はい、ちょ頭だけスーパーサイズをちょっと意識してやってますよね。で、草尾さんもナビゲーターキャラを9年間やってますね。演じられてましたが、はい、もう9年間演じられた感想といいますか。そうですね、あの最初始まった時に、はい、スタッフの方に、はい、このゲームずっと続けてくださいって言ってて、本当にもうじき10年ですからね、はい、もうあと20年、30年行くとこまで行きたいなと思います皆さんね、遊んでいただいて行きますよ、ね、絶対頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではここからゲストのお二人を交えてお座りながら、ちょっとトークをしていこうと思います、うん、はい、ちょっとじゃあ、はい、お座りになってみてください。あ、はい、野沢さんこちらで。こんな素敵なとこに座っていいすみません、隣に座るのが僕であ、ちょっと、あ、どうぞどうぞどうぞ、はい、はい、いいですか、隣で。贅沢に、はい、ちょっと派手めな二人がこっちには座ってますがはい、それでは、こちらから、タイトルコールをさせていただこうと思います。ビクトリチラプレゼンツ、トランクスのスーパーサイジンゴッド爆誕トークショー。はい、というわけで、先ほども、映像に出ましたトランクスゴッドなんですが、うん、はい、こちら映像に出てきたということはもちろん、もちろん、もちろん、はい、あれ、そうなんです。かっこいい。はい、こちらなんですが11段にも出ちゃうんです。11段にも、はい、もうトランクスでの、11段出まして、しかもなんとシークレットとしても登場なんですよね、うん、そうなんですよ。これシークレットとして登場ってもうちょっと意味がちょっとよくわからないシークレットは初なのにもう公開してるのはちょっとあれかもしれないですけども、はい、そうなんです、はい、いやすごいね。ちょっと僕らもあの言い方混乱しちゃうぐらいんですが、うんうん、ただかなり強いのももちろんなんですが、うんうん、カード自体が
めちゃめちゃかっこいい出来になってるんです。そうだよね、カナタ。いやそうだよね、みんな。そうなんですね。そうだよね。今の会話、そうだよねって言ったのか、いやまだ ね、 ったね、伝えてあげていいのかどうなのかっていう、いやもうちょっと今ね、どうなのかなって感じで、今日は特別に持ってきてくれたんでしょ、はい、ね、なんと。そうなんだよね。まあね、本来シークレットのカードを、はい、実物を公開するってもちょっと前代未聞。これおお、おお、いやそうなんですよ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。これもうこれ昨日できたぐらいの、はい、本当に出来たってほやほやの、そうですね、はい、シークレットカードとなっております。実はこのカードですね、はい、当然復活ネフの監督であり、そしてもちろん皆さんおなじみヒーローズのアニメの作画監督をずっとやられてる山室さんが直々に書いてくださったトランクス戦のスーパーサイジンゴッドなんですね。いやー、本当今回このシークレットカード本当に非常にやっぱ強力な、やはりアビリティも持っておりまして、はい、まずユニットではパワーをアップ、はい、させてくれるユニット、うんうんうん、そして、敵の攻撃を防ぎ、さらにヒーローエナジーを下げるフリーズ、うん、さらにですね、通常アビリティではチームのヒーローエナジーを上げることができる、実は能力を持っておりまして、攻守に非常に優れた、はい、なんとシークレットカードになってるんです。すごい、早く使いたいです。いやそうですよね、まさかめっちゃ強いじゃないですか、こんなに稼働前にシークレット見てるんですね。なかなかね、もうちょっと昨日出しますって聞いて本当です本当ですかみたいな。いやはい、ちょっと慌ててはいたんですけれども、はいはい、いやすごいですね。いやそうなんですよ、はい、実は集英社からもシークレットな情報がございます、はい、こちら見てください。はい、今先ほど紹介したばかりのトランクスゴッドが表紙になった9周年記念ファンブック、こちらを11日7日に発売いたします。おお、楽しみ、はい、楽しみです。まあ、今回トランクスがゴッド化するということで、うん、早速草尾さんにインタビューさせていただきまして、はい、そちらの濃い内容もこちらに入ってますので、はい、あとねドラゴンソウルさんにインタビューであったり、いろんなその今までの V チャンプで知れないような情報をすべてこちらのファンブックに詰めてますので、で発売が11日7日、もう11日と同じ日に予定しております。そしてクロッカードも2枚ついて、こちら両方とも合体持ちなので、まあそのバトルタイプ好きな方を選んでゴジータ作れますので、ぜひこちらも楽しんでみてください。かっこいいね。いやすごいですね。ということで、はいはい、早速ですがここからはゲストのお二人にお越しいただいておりますので、いくつかの質問をしていこうと思います、うん、はい、まず最初の質問はこちらとなります。トランクスゼノスーパーサイジンゴッドを見た時の印象は。じゃあまずは演じられてきた草尾さん、はい、どうでしたか。これはトランクス結構髪型がよく色が変わったりするんですけど、はいはい、今回は赤かと。そうですね、うん、で何がどう変わるわけじゃないんですけど、はい、気持ち的にやっぱり髪が赤いっていうことで、はい、ちょっと赤い芝居を心がけて。赤い芝居ですか。あと毛先がちょっとくるんってパーマみたいに今回なってるんで、はい、その辺もちょっと込めました。じゃあその演技の端々にクルリンちょっとクルリン成分とか赤い成分っていうのをちょっとだけ意識して、やはりあとはもう本当にワンランク上のまたなっていくわけですから。そうですね、内面的なものもすごく考えて今回もやらせていただきました。おおすごい、はい、赤い髪の毛がすごい印象的でしたね。だからね、そうです、かつてないですから赤いトランクス、髪色っていうのが一番のポイントですもんね。そうですね、もうトランクスがもうゴッドということで、はい、もう悟空と同じ領域にやってまいりましたが、かっこいいですよ。かっこいい、おお、かっこいい。やっぱその一言ですよね。悟空もかっこよくならなきゃいけないんだけどね。もっとさらにもう十分時々ね、ずっこけるんですよ。あ、そうです、あ悟空は、まあ、そこはご愛嬌と言いますか。そうですよね。いやでもすごいですね、かっこいいと赤い演技、ちょっとすごい気になりますよね。はい、では次の質問はこちらとなります。ゴデン・トランクスのフュージョンの声の合わせ方のコツは、まあ、こちらはもう20年近くお二人でもうゴデンクス演じられてきてるということなんですが、はいはい、まあ、せっかくお二人で揃ってるということで、ちょっとこの辺の話も聞かせていただければと
まあ、コツは特にないです。ない。コツがないです、ね。ないです。まこさんが、まこさんが僕に合わせてくださってるんで、もう本当に先輩の胸を借りる感じでやらせていただいてます。もうね、はい、セリフのあれがあるでしょ、はい、書いてあるでしょ、はい、そうすると、じゃあ、ね、せーのとかなんとか言わなくてもね、そうですね、って言ったらバッとお互いにバッと出られる。これだから先ほどちょっと出てましたけど、はい、今度発売されるムック本、はい、あれのインタビューでもちょっと答えてるんですが、あ、そうですね、昔あって今なくなってしまったもの、はい、このアナログからデジタルになってちょっと失われつつあるもの、はい、いっぱいあるじゃないですか、はい、その中に呼吸ってあると思うんですよね。お、呼吸を合わせるとか、はい、その間合いとかっていう感覚が、はい、今ちょっと失われかけてるのかなっていうところで、だから僕らはコツといえば呼吸を合わせてるんです。呼吸を合わせる、芝居の呼吸とか間をお互いちょっとずつこう探り合って合わせてるんで、だからこっち向いてても感じるものっていうのがあるんで、そこで合わせてます。すごい、呼吸とか間合いとかもちょっと悟空トランクスなんじゃないですか。そういうことだから本当に本当にそういうことですね。悟空トランクスっていう、はい、そういう、もうそれで一人だみたいな、ゴテントランクス、はい、っていう認識でも、はい、そうですね、もう悟空とだってトランクスはすぐ上がりますよ、はい、はい、ね、すごいですね、はい、いや、それぞれもうお互いのキャラクター演技されつつも、ゴテンクスっていうキャラクターにまた憑依するというか、なりきったみたいな感じなんですね。本当に息を合わせるって感じだから、すごいすごいですね。もう絶対一緒にせーのってやってると思ってましたもん。まあせーのってやっても合いますけど、はい、最初だけせーのって言っとけば、あとは大体のこう間尺で、すごいですね。長ゼリフでも大丈夫。そうなんですね。やっぱ呼吸と間なんですね。はい、すごい。だから本当は今日その台本にこういうセリフをゴテンクスで言ってくださいっていうものがあれば、はい、いつでもできるんですけど、はい、ちょっとそこから別料金なのかな。オプションなんですね。あ、そうなんですね。じゃあ樋口さんもう予算はもう、ね、そうですね、ちょっとまたご縁がね。いや、すごい話を聞きましたね、はい、いや、すごいです。じゃあ続いてのお二人の質問はこちらです。お二人にとって最強の敵と感じた相手は。気になりますね。いや、これ気になりますよね。これね、トランクスは本当数々の敵と戦ってきて、はい、まあ、一番倒さなきゃいけなかったのはセルじゃないですか、うん、そうですね、はい、セルもすごい倒すの大変だったんですけど、うん、はい、一緒にこの僕が、まあ、トランクスじゃなくて草尾自身がアフレコ現場でこうやってる時に、はい、勝てない、絶対これ勝てないなって思ったのは、はい、悟空ブラック。悟空ブラック。ああ、そうですね。ブラックが初登場で、はい、まあ、こうアフレコしてて、まこさんが喋られた時に勝てないもう一言聞いて勝てないって思いました。確かに初登場時めちゃくちゃかっこよかったですもんね。かっこよかったですね。黒い稲妻みたいにガーッてできて、はい、なんか本当達人、剣の達人同士がこう構えて、はい、切る前に構えたら、あ、すいませんでしたっていうお話とかあるじゃないですか。そんな感じです、すいませんっていう、もう戦わずして、はい、死を悟ると言いますか、はいはい、僕は悟空ブラックでしたね。だから、なるほど、じゃあ野沢さんはどうですか、はい、悟空と悟空ブラックが戦ったことがあるんですよ。あ、そうですよね。それってどうよと思いましたけど誰も下級いないんですよ。お一人ですもんね。ここ出てない方どうぞ外でお休みになってくださいって言ったら全員出てっちゃってスタジオの中一人でね、一人で戦ってバカみたいでしょ。あれ、そのアフレコの手法としてはもうまず悟空取った後に悟空ブラックをやられたんですか。いえいえ、一緒ですよ。うわー、こんなやらすごくないですか。でもどっちかどっちかも分からなくなっちゃいますよね。で、もう早い時はもう線だけでパッパッてこうなるわけですよ、はい、この線を覚えなきゃいけない。こっからこっちはどっち、誰、悟空ブラック、悟空、この線は悟空、はい、この線は悟空ブラックって、 それを聞いといて、はい、それでやらないと悟空ブラックの時に悟空でやっちゃまずいでしょ。そうですね、はい、すごいっすね。だ、本当に眞子さんは、はい、悟空ご飯御殿の時もそうですけど、はい、何役でできても一緒にやって、はい、ちゃんと2人とか3人いるように聞こえるってすごい技をお持ちで、眞子、はい、さんは全然大丈夫なんですけど、はい、後ろのスタッフの方が
すいませんお一人ずつ取らせてくださいっていう機械の方がついてこないっていう感じで逆に機械より早いんですか。早いすごくないですか。すごいです。いやもう本当リアル悟空ですよね。そうですね、うん、すごい。では、続いての質問はこちらとなります。はい、プロモーションアニメの収録での苦労や感想はございますか。はい、これはこの後ご覧になったら、はい、今ちょっとね、このプロモーションアニメっていうのが、はい、そもそも何なのかってちょっと疑問な人います。何なんだろうプロモーションアニメってって、ま、この会場にいらっしゃるファンの方は、はい、多分皆さん、はい、なんかアフレコ現場でもそうなんですけど、このプロモーションアニメっていうのが、はい、どこで一体放送されててどうやったら見れるのかっていうのを、はい、はてなっていう方がいっぱいいて、あ、そうなんですね。で皆さんゆくゆくこの、はい、DVD とかね、ブルーレイになったらまとめてみりゃいいやと思ってて、はい、一生懸命見てないって方もいるんですけど、うん、これがそのバンダイさんの公式チャンネルの中でしか見れないプロモーションアニメで、はい、そしてドラゴンボールの新作ですからね。いやそうなんですよ、もう17話16話ぐらい撮ってますけど、原作も終わってテレビアニメも終わって、はい、ドラゴンボールの新作がまだかなって思ってらっしゃる方もたくさんいて、うん、よく言われるんですけど、このプロモーションアニメ新作のドラゴンボールのアニメということで着々とまだまだ続きますから、はい、いやそうです。ぜひだから皆さんのご近所の方でこの存在を知らない方がいたらいろんな方に宣伝していただいて、画面のパソコンの向こうの方とかもいろいろ宣伝していただいてすごいクオリティで、はい、話も面白いですし、うん、アフレコもすごい僕ら頑張ってやってるんで、なんかもっといろんな方に知ってほしいなっていう思いが。いやそうですよね、すごい。なんか僕宣伝してて大丈夫です。いやいやもう大変です、はい、いいことだと思います。それがちょっと苦労ですね。だからね、もうちょっといろんな方に知ってほしい。なかなか良さが伝わらないから。そうなんですよ、一番の苦労、はい、トランクスも大活躍してるんで。いやそうで、もうほぼ主人公みたいな感じですよね。そうですよね、ですね、トランクスすっごい活躍する、はいはい。いや本当に筐体のオープニングレベルじゃなくて本当に1話、そうなんですよ、7分間なんですけど本当1話としてまとまってる、はい、超絶クオリティの、ね、詰まった、はい、すごい楽しい作品になってるんで。いやそうなんですよね、これが伝わらないと本当苦労ですね。そうです、ちょっとまだバンダーの努力が足りてないです、はい、いやそういうことじゃないんですけど、はい、もっと皆さんに伝わるように頑張りたいと思います。いろんな方に見てほしいと思います、はい、ぜひ、ね、この後 YouTube 見てみてください。はい、はいはい、では野沢さん、なんか苦労などあったりしましたか。すいません、はい、ないと思います。ないないってすごいですね。もしかすると、はい、その時に苦労してんのかと思うんだけど、はい、出来上がった時の喜びっていうのの方が大きいのよね。だからね、すっ飛んじゃうから、はい、ふっと考えると苦労ってなかったんじゃないの、ね、って感じなんですよ、すごいですね、はい、ここテストに出ますから覚えておいてください。野沢さん苦労しないって、はい、出来上がった時の喜びがあるからっていうね。そうそう、喜びが勝ちってことですか。苦労じゃないっていう、してるんですよ、うん、してるんだろうけど、いやいやいや、できた時の喜び、ね、さらに喜びが勝ってしまうっていう、うん、いやすごいですね。いやでもいろいろとずっとお話を聞いてきましたが、はい、ちょっとお時間の方がここで来てしまいました。 あっという間に、はい、いやもうそうなんですよ、ずいぶん早いですね。すいません、ちょっと時間が本当にいや本当、はい、野沢さんと草さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこのコーナーも、この後もいろいろとありますので、ちょっと皆さん前の方に来ていってください。はい、いやいろんなお話聞けてすごく面白かったです。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてね、最後にもお話の中にありましたが、この後はなんと皆さんお待ちかねのあの VTR 初放映していきたいと思います。それがこちらです。17話、はい、待ってた。今ねお話にありましたこの17話、はい、スーパードラゴンボールヒーローズプロモーションアニメ宇宙ソーラン編17話を特別に今から先行上映をしていきます。世界最速、そうなんです、最速で放映していきます。それでは皆さんこのまま引き続きご覧ください。どうぞ。さあそれではここからは皆さんが気になるスーパードラゴンボールヒーローズの最新情報ということで、こちら、お、ユニバースミッション、はい、11弾の情報をお伝えしていきたいと思
います、はい、それでは皆さんお席がございますのでどうぞおかけください、はい、じゃあ座りながらお話ししていこうかなと思います。では最初はすずちゃん、はい、それではまずはこちらの VTR をご覧ください。伝説の戦士が目覚めるトランクスゼロスーパーサイヤ人ゴッド、宇宙存亡をかけた戦いはついにクライマックス。力を合わせて解き放て合体カメハメハ。神を超える驚異のパワーを秘めたカードに人気投票で選ばれたアルティメットレアカードも復刻。チーム対抗バトルも開催。9周年もますます盛り上がっていくぜ。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション11弾。宇宙消滅の危機、新世界の創造、渦巻く野望、立ち向かう超戦士たち。さあ君の手で未来を切り開け。最大7人、君だけのドリームチームで戦え。懺悔は効かぬぞ人間。画面とカードが連動、戦略を練って攻撃を仕掛けろ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えよう。メハメハ。ただしどうして人間のハーツを守る。それぞれの思惑がひしめき合い繰り広げられる激闘の数々。何？ラグスを吸収したのか。さようなら。さあ命を言わせてみろ。第七宇宙に集結した挑戦士たち、宇宙存亡をかけた激闘の中、最強戦士現る。宇宙騒乱編第七宇宙最終決戦。俺の魔術を見せてやる。滅せよ。全ての時空が消えてしまった。一筋の光とて残さぬ。メチカブラ率いる暗黒帝国軍により崩壊寸前に追い込まれる時の巣。いいことしたのに。まだ諦めるのは早いわ。トランクス、あなたが神の力を手に入れるのよ。伝説ではあなたのことをこう呼ぶわ。スーパーサイヤ人ゴッド。伝説の力に目覚めた救世主、トランクスゼロスーパーサイヤ人ゴッド。果たしてこの世界を救うことはできるのか。暗黒王メチカブラ編、闇の中の死闘。全てを凌駕する神の力。ビルス様やフリーザ、そしてブロリーとの激戦の歴史を体験しよう。新エイジエピソードゴッド、新次元バトルが繰り広げられる3つの世界を冒険。よくも俺のブルマを。ビルス様強えな。想像の前に破壊あり。エピソードゴッド開幕記念。6枚をつなげると超かっこいいデザインになる。
神の奇跡キャンペーンカードが登場。神の力を手に入れて戦い抜け、エピソードゴッド、ゴッド級の戦いを体感しよう。ユーザー投票により選ばれたアルティメットレアカード7種が復刻。能力はそのままに豪華仕様で再登場。人気ナンバーワンに輝いたのは、仕方ありません、高いアビリティでバトルを有利にしてくれるロベル。大人気のカードを再び手に入れる大チャンスだぜ。悪く思うなよ。新カードアクションアビリティ、合体カメハメハ。合体カメハメハ発動だ。いくぞ、カメハメハ。合体カメハメハ成功。カメハメハに仲間の放った技が混ざり合い、強力なダメージを与えるぞ。合体カメハメハを持ったキャンペーンカードは全7種。強力なシークレットカード3種を含むユニバースミッション11弾のカードは全91種。ニンテンドースイッチ、スーパードラゴンボールヒーローズワールドミッションからシーラスとアムズも参戦。あの戦いを再現できるカードなど、9周年にふさわしい豪華カードが盛りだくさん。バトルスポーツスタジアム、全国のライバルとリアルタイムオンラインバトル。チャットスタンプで君の闘志を見せつけろ。バトルに勝つとポイントがもらえるぞ。ポイントで第2がチャットスタンプを手に入れよう。いつでも誰でも全国のライバルとバトルだ。さらに9周年記念フェス頂上決戦を開催。レッドかブルー、好きなチームを選んで参加しよう。チームアイテムがもらえるぞ。バトルに勝ってメダルをゲットして、コスチュームやアクセサリーを手に入れろ。チーム対抗バトルで盛り上がろう。スターカリスマモードセカンドシーズン、全国制覇への道、第7回の舞台は九州。3つのジムを巡り九州を制覇すると、九州エリア限定アプリがもらえるぞ。スターカリスマモードセカンドシーズン、次のカリスマは君だ。楽しんで。九周年を記念した超豪華スペシャル弾、まだ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 進化し続けるぞ。ヒーローズユニバースミッション11弾、11月7日稼働予定。超でかい真っ赤に輝くビッグカードの孫悟空が無料でもらえる。合体カメハメハを持つ強力なカードだ。お店でゲットしよう。始めようキャンペーン、今始めるとスーパードラゴンボール7個が必ずもらえる。スーパーシェンロンを呼び出して、いきなりスーパーゴッドクラスアップだ。さらにアバターがいきなりレベル12に。スタートダッシュキャンペーン、なんと経験値が最大9倍の大チャンス、すごいぜ。他にも9周年記念ボーナス盛りだくさん、詳しくは公式サイトをチェックだ。ユニバースミッション11弾の稼働が11月7日に決定しました、うん、イエーイ、盛りだくさん。ユニバースミッション11弾はアルティメットレアカードが盛りだくさん、そしてなんといってもシリーズ9周年ということで、スペシャルなことがたくさんあるんです、うん、まずは先ほど見ていただいたプロモーションアニメにもなっているこちら、熱い決戦で非常に盛り上がっている宇宙騒乱編。アルティメットレアカードとしてヒット、ジレン、ザマスが登場しますので、皆さん楽しみにしておいてください。さらにこちら、暗黒王メチカブラ編、こちらもますます激しい戦いとなっていて目が離せないですよね。アルティメットレアカードはメチカブラとフィンが登場です。そして先ほどもお見せしましたが、
暗黒王メチカブラ編に爆誕したトランクスゼノスーパーサイヤ人ゴッドがシークレットで登場しちゃいます、うんうん、シークレットは他にもあるので皆さん楽しみにしていてください。今回は他にもこちらワールドミッションからシーラス、アムズ、そして映画ブロリーの名シーンを再現できる悟空 BR が登場します。すごい、本当にいっぱいあるんですね、うん、アルティメットいっぱいだね、本当でもまだまだあるんですよ、まだこちら今回は以前皆さんに投票していただいた復刻アルティメットレアも登場しちゃいます、うん、はい、まずは7位から4位、魔人ドミグラ、うん、孫悟飯少年期、ゴジータゼノ、孫悟空 GT など、うん、そして3位から1位こちらです、ゴジータ BR、うん、孫悟空、ロベルなどなど、超豪華なラインナップとなっています。まさかロベルが1位とはなるというヒーローズの特徴ですよね。やっぱ過去のカードも非常に大会で使われているのもありますし、ね、うん、はい、非常にこれは豪華だなと、うん、はい、ぜひね、ゲットできなかったよっていう方はこの機会にゲットしてみてください、うん、はい、ぜひ。そして11段では全部合わせるとなんとアルティメットレアカードが15枚も登場しちゃいます。15枚、嬉しい。結構出るんじゃないですかこれ。まあちょっとそれちょっと答えてください答えてくれます。一瞬真顔になっちゃいましたただまあもしかするとそういうこともあるかもしれない。さっき91種類って書いてましたもんね、はいはい、ぜひ皆さんゲットしてくださいね、はい、しかも11段からは新エイジも誕生しちゃいます。こちらです。その名もエピソードゴッド、うん、映画神と神復活の F ブロリーの世界を冒険できるこの新エイジエピソードゴッド、各映画で神の力を発言した名シーンがカードとなって収録されていて、神の軌跡をたどる3つの物語を楽しむことができます。ぜひこちらも皆さん遊んでみてください、うん、さらに新エイジエピソードゴッド開幕を記念してこちら、なんと神の軌跡キャンペーンということで、はい、この神と神と復活の F、うん、ブロリーの映画3つのキャラクターから、うん、今日俺持ってきたんだけど、見れるの？じゃんじゃじゃーん、見えるかな、見えるかな、これね、つなげるとね 6体これつなげれるんだけど、めっちゃかっこいいのが最後できるから、みんな集めてぜひゲットしてくれ。6枚までつなげて、つなげやるっていうのは今回初めて、初めてやるね、キャンペーンカード、じゃあ絶対ゲットしなくちゃですね、やってみてください。いやすごいですね、うん、しかもこれだけじゃないんです。9周年ということでスペシャルなお知らせがまだまだたくさんございます。はい、まだまだ。では再びこちらの VTR をご覧ください。はい、掴み取ろうぜ、あのビクトリー楽しんで、バ
はい、ということですごい、そうなんですよ、この10年住むたびに ね、そうなんですね増えてくっていう、そうなんですよ、9周年なんで ね、はい、すごい、今いくつかご紹介させていただきましたけれども、はい、うん、この中でまあ直接詳細をね、はい、今から少しずつお伝えしていきたいなと思います。ではまずはこちらからどうぞさあ皆さんもね、非常に VTR 見ていただいて、はい、ちょっとあの会場もざわつきましたけれどもなんとですね、金の筐体が日本のどこかに出現しちゃいます。どこか、それはそうなんです、どこかなんですね、はい、さん、ちなみに、うん、あそこにあるのってもしかして、気づきました、もしかして、めっちゃ勘良くない、いや勘がすごいよすごいですね、いやずっと気になってて、そうなんですよ、実はあそこになんと今日、うん、金の筐体をお持ちしちゃいました。すごい、おー見たい見たい、じゃあ今日はもう特別に、じゃあ田中すーちゃん、あそこを取ってみんなにお披露目してもらってもいいでしょうか。お願いします、楽しみな、じゃああそこから全国に散ってくってことなんですね。そうなんです、もう あれもその一台ですから、今のうちやんないとすごいな、そうなんです、わすごい、皆さん注目してください、ね、ドキドキするね、じゃあロックさんのお二人とも準備は大丈夫ですか。はい、はい、じゃあお願いします、せーの、よいしょ、よいしょ、マッキン金だ、いやそうなんですよ、すごい、あ、本当に金だ、いやそうなんですよ、すごいね、あ、ほんとだ、見える、すごい、パッと分かった方が、はい、キラキラ見えました、見えました、すごい、結構大きい、すごいね、本当に全部がちゃんと金色になっているような形で、はい、しかもこの筐体だけでプレイできる、はい、うん、まあ、チャージインパクト選手権っていうところを、はいはい、あの開催させていただきますので、ぜひですね皆さん、あの全国ちょっと探していただいて、あの公式ホームページにも当然あの情報出していきますんで、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、ありがとうございます、すごい、想像以上なんかありがたい感じしますね写真撮っとくとなんかヒーローズーンが上がるそうな、はい、お金たまりそうだね、はい、実物見ると相当豪華なね感じになりますんでね、楽しみですね、はい、うん、皆さんぜひ探してみてください、はい、お願いします、はい、ではここで、はい、はい、先ほどの映像でも紹介した9周年記念のスペシャルなプレゼントの一部をおさらいさせていただきます。まずはこちらです、お願いします、はい、期間限定でなんと経験値が最大で9倍、さらに今始めるとスーパードラゴンボールが今回は7個も手に入っちゃいます。今まで6個でしたもんね。そうです、そうです、ね、今回次にもう揃えたいきなり、いきなりもうすごい、いきなり始めていただくだけでね、はい、もう始めるなら今しかない大チャンスです。はい、はい、ではさらにこちらです、なんと先ほど VTR にもございました11段で初めて登場する新カードアクションアビリティ、合体カメハメハを持つスペシャルカードを店頭配布しちゃいます。おー、このカード、これ嬉しいですね、俺それも持ってきたぞ、お、実は、え、お、じゃーん、でかい、でかいよね、でかい、でかいよねこれ、うん、ちょ結構かっこいいですね、やっぱ生で見ると、キラキラしてる、スリーブに2倍はあるんじゃない2倍あるでしょ、あ、しかもスリーブ付きという、ね、そうですね、前7周年の時かな、はい、あのビッグカードやった時、はい、そうですね、あのそのままお渡しだったので、はい、ちょっと吸うものがないみたいなお話をユーザーの方が、ね、今回はドクターロック、うん、今回なんとここにもすでに入ってるんですけど、スリーブに、はい、はい、搭載していただいて、うん、専用スリーブ、はい、ここのちゃんとこのカードが入る大きさのスリーブも一緒に、はい、配布をさせていただきますんで、すごい、はい、では11月9日土曜日に小学生以下限定で、11月10日、はい、日曜日から年齢制限なしで配布してまいりますので、ぜひゲットしてください。お願いします、お願いします、はい、そしてもう一つ、先ほどの VTR にもありました9周年記念フェスについてちょっとこちらご覧ください、うん、はい、おあれ、俺たちは
そうなんです。すごい。バトスポに赤、青に分かれて自分の所属するチームを選んで戦うチーム対抗戦が登場いたします。これは熱いね、はい、うん、9周年限定のアバターイ、うん、先ほど今仮面かっけーみたいな声も出てました、うん、いや仮面マジいいですね。アイテムがゲットできちゃうので皆さんガンガンバトルしてください、うん、はい。そしてさらに注目なのはこちらです。スーパーヒーローズ王の開催が決定しました。はい、こちらねぜひチャレンジしていただきたいんですけれども、うん、さらに今回のスーパーヒーローズは超すごいんです。こちら、うんうんうん、ご覧ください。何ですか。はい、9周年記念大会ということで、まあ、今回は親子で戦うタッグマッチや店頭でのスコアアタックなど、まあ、新形式の大会をたくさん予定しているんですね。で、こう大会の優勝者はあの2月に開催されるあのスーパーヒーローズ王に決定戦に招待されますので、うん、ぜひ皆さん参加してください、はい、お願いします。お願いします。はい、さらに最後ちょっとこちらご覧ください。はい、9周年を記念したグッズ続々発売いたします。はい、9周年ローダー、そしてゴッドデッキセット、うん、さらにバインダーとカードがセットになった超絶セットなどなど、うんうんうん、さらにですねこちら、はい、食玩からもヒーローズ感に出ております。グミか、さらにプライズで、はい、孫悟空ゼノ、ゴジータゼノが手に入ると。まだまだあります。まだまだあるんですね。出るかな。はい、こちら、うん、はい、ガシャポンからもですねヒーローズグッズが続々出ますので、皆さんこちらも漏れなくチェックをお願いいたします。楽しみ。結構アバターフィギュアかレアですもんね、うん、そうなんです。これは調子いいですね。いやもう9周年だけあって本当に盛りだくさんですね。いや本当に盛りだくさん、ね、たくさんいろんな情報がありましたけども、うん、樋口さんからも何かあったり。そうなんです、毎度のことながら、はい、私先の情報をお伝えするおじさんとして、うん、有名なんですけれども、はい、せっかくこの9周年のタイミングですので、はい、ちょっとですね、この先ヒーローズどういうことやるのかなみたいなのを、はい、ちょっとすごい簡単な、まあ、2日前に急遽作ったムービーなんですけど、何が前本当に最新作ったやつなんですけれども、ちょっとこちらご覧いただければと思います、はい、では動画お願いします、うん、やってやろうじゃねえか。自由の勝利の約束しよう。覚悟決めて腰燃やせ。スーパードラゴンボール君よ。時の狭間で静寂が君を殺す、ゆがみを生み出す、無心だらけの制約が変える世界ものとも自由を通り越え約束しよう。終わらせてやるぜ。はい、というわけでして、まあ、当然こちらも入れとかないとね、皆さん不安になっちゃいますからね。そうなんです、ビッグバンミッション、何それ。もう本当その通りで、2020年春にですね、はい、今ちょうど2年間続いてます、はい、ユニバースミッションの次のタイトルとして、はい、ビッグバンミッションの開発が決定しております。かっこいい。ありがとうございます。いやかっこいい。ちょっと今いろいろ気になったんですけど、曲何だったんですかあれ。あ、気づいちゃいました、うんうん、気づいちゃいましたよ。当然このビッグバンミッションの新曲がですね、はい、もうドラゴンソウルさんの皆さんにすでに作っておりまして、すげえ。はい、で、こちらですね、当然10周年記念と出すだけあってですね、はい、今までのヒーローズの中でも最高と最大のですね大型バージョンアップをしようと思っております。大型バージョンアップ、はい、バトルシステムもそうですし、はい、新しい物語、はい、キャラクターも含めて、はい、今までにない最高のデジタルカードゲームを作ろうと開発チーム一同今むちゃくちゃこの11段作ってる裏側ですごい
別チームじゃなくて同じ人から、はい、そう間に合うんですか、大丈夫ですか大丈夫です、はい、というわけで、はい、ぜひですねこの新しい新シリーズ期待していただきたいんですが、はい、今日まだちょっと開発途中の動画をちょっとまとめただけのものしか持ってこなかったんですけれども、はい、12月のジャンフェスで、はいはい、より詳細をですね内田さんと一緒に紹介できたらとぜひぜひ、ね、思っておりますので、はい、こちらもぜひ楽しみにしててください。どうもありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。スペシャルな情報を、ね、お持ちいただきました。ありがとうございました。ちょっと待ったちょっと樋口さんは来年の話をされてましたが、はい、私からは来月の話をさせてください来月、はい、来月の情報はこちらです。出るかな、はい、V ジャンプ11月 21発売の1月特大号で、はい、なんと応募者全員大サービスを実施します。豪華。そうなんです。そもそもね、そもそも付録カードが2枚ついてるんですよ。あ、2枚も。しかもまず身勝手ゴックに対して、ヒーローアバターカード、そして、さらに応募していただけると応募全員大サービスで、カードで5枚ついて、なんとこれでワンデッキ完成っていう。すごい、すごい、すごくないですか。いいんですか。しかもさっきのね9周年イベントでいろいろありますけど、はい、なんかねスーパーゴッドクラッシュやっちゃったりとか、はい、経験値9倍とか、うん、もうね、はい、アバターカードまあこれもじゃないけど情報なんですけどアバターカードを育てるなら今がすごいチャンスなんで、ぜひね来月の V チャンプ買って前作と付録手に入れてください、はい、そして先ほども言わせていただきましたが9周年ファンブックこちら先ほど実は完成しました。今ね全国の書店さんに配ってる子なんで待ってほしいんですが、早速ですが付録カードだけちょっとお見せしたいと思います。キラ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 、こちらです。見えるかなこれ。かっこいい。そうなんですよ。めちゃくちゃかっこいいですね。対になるようなデザインですね、はい、なんかでどっちを基準にしても、ゴジータゼノ完成しますので、まだねゴジータゼノ遊んだことない子はぜひ、こちら手に入れて確実に遊んでください。で先ほどもお伝えしたように、ドラゴンソロさんインタビューであったり草尾武史さんのインタビューであったり、もうね9年間を全て丸ごとつぎ込んだと言っても過言ではないぐらいすごいねファンブック作っちゃいましたので、うん、ぜひこちらも買って楽しんでみてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。 V ジャンプもやっぱすごいですね。すちょっと待った、おおおちょっと待った、ちょっと待った、皆さんこんにちは。時折見かけるところですね。きっと誰だと思っている方も多いと思いますので、ちょっとだけ紹介させてください、はい、ワールドミッションの制作を担当している高田ブラックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本日はこの場を借りて、はい、ワールドミッションの方も少しだけご紹介させていただきたいと思いますので、うん、ちょっとだけお付き合いください。ぜひぜひお願いします。じゃあ早速スライドに移らせていただいてよろしいですかね。はい、じゃあお願いします。はい、で皆さんご存知スーパードラゴンボールヒーローズが任天堂スイッチで登場しておりまして、うんうん、本日はこのワールドミッションの最新情報をお届けしたいと思います。はい、次お願いします。でまずは最新情報が盛りだくさんの PV をお持ちしまして、今回この PV がこのステージが初公開となりますので。そうなんです、初公開なので皆さんしっかりと見ていてください。はい、じゃあ PV お願いします。ドラゴンボール
バンダイナムコ。はい、いかがでしたでしょうか。いやいや、すごいですね。これが無料で99枚。そうです、今回は九州のイベント合わせということで99枚カードを追加しちゃいます。すごい、もうすごい。今回はあの PV 内にもあったように経験値も9倍になるキャンペーンを行ったり、かなり9という数字にこだわっておりまして、はい、次お願いしてもよろしいでしょうか。で、今回皆さん待望のドラゴンボールヒーローズのカードを無料アップデートで初めて実装いたします。皆さんからずっとこのカードを入れてほしいという要望をいただいておりましたので、やっと今回実装となりました。はい、はい、次お願いします。で、最新のユニバースミッション11弾からもワールドミッションのオリジナルキャラクターのシーラスとアムズのカードをなんと同時配信いたします。同時、そうなんです、同時で、これまで最新というの最新のカードが一緒に配信することもなかったので、初めての試みとなりまして、この2体の必殺技もかっこいいのでぜひ見ていただきたいと思います。はい、はい、次お願いします。で、自分の好きなカードが作れるというカードエディットモードというものもございまして、こちらにも最新のイラスト等を追加しておりますので、いろんなモードで遊んでみてください。はい、次お願いします。で、皆さん気になっているかなと思うんですけれども、オリジナルカード武道会というキャンペーンを実施いたします。はい、こちらなんですけれども、先ほど紹介させていただいた自分の好きなカードが作れるカードエディットモードというところで、世界に一つだけの自分のカードを作っていただいて、それをツイッターに投稿いただき、その投稿してくださった方の中から抽選で、選ばれた方にはビッグカードにして、そのカードをプレゼントしちゃいます。これリアルなカードになるってことですか。そうです、ちょっとあのこのカードがあのデジタルカードの方のスーパードラゴンボールヒーローズでは使用できないものとなっておりますので、そちらだけちょっとご注意いただきたいんですけれども、自分で作ったものがリアルカードとなって、それは嬉しい、プレゼントされますね。しかも B5 って結構まあまあありますもんね。結構大きいですね。結構大きめで、ただ世界に一つだけのカードなので、ぜひこちら12月中旬からあの開催予定ですので、このキャンペーンも行っていきたいと思っております。欲しいな。はい、で次お願いします。で、ヒーローチャンピオンシップという公式大会も随時開催しておりまして、オリジナルパーカーを優勝した方にはプレゼントしております。で、このパーカーも大会限定のものですので、これまで参加したことない方ぜひ大会に参加していただければなと思います。はい、次お願いします。はい、で、こちらの大会なんですけども、来月の23日にはアリオ橋本にて神奈川大会を実施いたします。で、こちらの大会になんとあのカリスマのお二方が、おー、はい、お邪魔するぞ。今回登場してくださいまして、サイン会や撮影会があるのでぜひ皆さんいらしてください。でですね、12月のジャンプフェスタではなんと東京大会も開催することが決定いたしましたので、皆さんぜひお越しいただければなと思います。はい、次お願いします。で、遊んだことない方のためには無料体験版もご用意しておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、次お願いします。はい、で、皆さんお待ちかねの今年もドッカンバトルとスーパードラゴンボールヒーローズのコラボを11月に実施いたします。で、今回コラボガシャではカンバーとスーパーフューとゴールデンクーラの3体が登場いたします。敵が、で、今回コラボガシャだけでなくコラボイベントも実施いたしまして、そちらでは、カンバーにドッカン覚醒する悪のサイヤ人が登場いたしますので、ぜひこの機会にドッカンバトルの方も遊んでみてください。はい、次お願いします。で、ドラゴンボールゲームの最新情報は V ジャンプ12月号に掲載されておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっと表紙がちょっとね、あれですけど、ね、ドラゴンボール情報満載ですので、はい、違いますけどね。はい、ということで高野ブラックさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、盛りだくさんすぎますね。本当90年すごいんですね。すごいですね。本当におかげさまでも、本当に楽しみなことがいっぱいありますけども、そろそろ時間もいい時間となってきましたよね。かなたくん、楽しみといえばこの後は決勝戦。はい、そうでございます。いよいよ決勝戦行っていきたいと思います。はい、決勝戦は準備ができ次第スタートとなりますので、皆様このままでお待ちください。ではステージ最後となります。皆様一度前方にお願いいたします。そしてですね、ここでスペシャルゲストにも再度登場していただきたいと思います。スペシャルゲストの野沢雅子さん、そして草尾武さん、どうぞステージまでお越しください。こんばんは。
再びありがとうございます。ありがとうございます。では最後にですね、9周年を迎えるドラゴンボールヒーローズに向けてスペシャルゲストのお二人から一言ずつ頂戴したいと思います。まずは草尾さん、お願いいたします。はい、僕ら本当にこのアニメーションという形でドラゴンボールに普段関わらせていただいているんですが、今日非常にですね、このゲームの方もこんな盛り上がってるんだっていうのが分かりまして、これからやはりアニメとゲームと両方でドラゴンボール盛り上げていきたいなと思いますので、先ほど見ていただきましたプロモーションアニメの方も、17話ですか、今日40話50話と続いていくようにね頑張りますので、かつて、悟空さんがみんなの力をオラに分けてくれって言ってたように、皆さんの力が本当に僕らの力になりますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。野沢さん、お願いいたします。今40、50って言ってもらいます、はい、もう40、50は飛び越えて、もう私の中では永久っていうんです。永久、それは皆さんの力にかかっていますので、よろしくお願いします。はい、野沢さん、ありがとうございます。なおですね、皆様お写真撮っていただいているかと思いますが、すみません、本日のステージは撮影禁止となっております。こちらお撮りいただいたお写真 SNS などに上げるのも禁止となっております。ご理解ご協力をお願いいたします。さあ、この後は決勝戦、準備ができ次第スタートとなります、うん、皆様このままでお待ちください。皆さん今日は本当にありがとうございました。それではまたこの後お会いしましょう。またねー。